それでは4.3節ですね、回数と商業列式という話がありますので、少し紹介しておきたいと思います。でここでは商業列式というのを一応また出てきますので、これは以前何回かお見せしましたスライドですけれども、一応復習のために載せておきました。で、ここではですね、商業列式としまして、ある A のある商業列ですね、を商業列の行列式のことを、A の商業列式と言います。例えばこの A の A1 次の商業列式っていった場合には、この A からですね、この H 行 H 列の行と列を選んできた商業列、正方行列の商業列、の行列式のことを、A1 次商業列、商業列、というふうに言います。商業列商業列ですね。すみません。で、この商業列の行列式を商業列式と言います。で、ここには定理が一つありまして、これはちょっと時間の都合で証明は省かせていただきますけれども、商業列式でランクが分かるという性質がありますので、一応紹介しておきます。A を M 行 N 列の行列としまして、で、H を M と N の小さい方以下の数とします。で、もしこの A のランクがですね、H 以下であれば、A のランクが H 以上であればですね、すみません、A のランクが H 以上であれば、A の、同値な条件として、A の H 次の商業列で、行列式が0でないものが存在するということが言えます。ですので、例えば A がですね、ランクが H 以上あるかどうかっていうことを調べるためには、A の商業列の何、どれでもいいんですけど、A の H 次の商業列を取ってきて、で、それのランクは0ではないですよっていうことが言えていれば、A のランクも H 以上ですよってことが言えると、そういう性質です。で、一応、そうですね、ちょっと、細かい話になるので、ちょっと証明は省略しますけれども、状況によってはですね、こういう性質がですね、行列のランクやいろんな性質を調べる上で有効な場合もありますので、その時に使ってみてください。はい、ちょっと証明は一応スライドにありますので、興味のある方は見てください。では次ですね、クラメールの公式というのがありますので、これ 4.4節ですね、すみません、4.4節のクラメールの公式いきます。116ページです。ここでは連立一次方程式を考えますが、気をつけていただきたいのは、変数の個数と、あと方程式の個数が等しい場合ですね、n 変数の方程式で、方程式の個数が n 個の方程式を考えます。ですので、これ前もやったですね、係数行列は N 次の正方行列になるということに注意してください。で、その行列ですね、A の列ベクトルを A1 から AN としまして、でそれからこの右辺の列ベクトルを B というふうに表します。で、この定理 4.4 はですね、この A、行列 A がですね、この正則の時に、この連立一次方程式 AX イコール B というのは、ただ一組の解を持って、その解は次の形で与えられるというのが、この、定理です。で、この解のですね、I 番目の成分っていうのが、このこういう式で与えられると。で、どういう形かっていうと、分数なんですけども、分母は A の行列式です。で、分子の方は、A の行列式みたいに見えるんだけどちょっと違っていて、どこが違うかっていうと、この x の i にあたるこの i 列目ですね、 i 列目だけをこの右辺の b で置き換えたものだということになってます。そういう違いがあるのでちょっと注意してください。ここまでよろしいでしょうか。はい、ちょっとすみません、時間の都合で証明は省略しますけれども、そんなに難しくないのでよく考えてみるとちゃんと示されると思います。計算例だけ示しておきます。例えばこういうですね、3変数の3つの方程式が連立方程式が与えられたとします。でこの時に、この係数行列の
を、まあ、取るわけですね。左から231、真ん中が31マイナス2、右側が1マイナス1、2マイナス3と。それから無辺の係数が0、1マイナス1といったときに、まあ、解 x、y、z っていうのはそれぞれ、まあ、こういう形でこうの、式で求まるということですね。分母は全部これ係数行列 A の行列式 で分子は例えば x だったら1列目をこの B に置き換えたこういう行列の行列式ですね。 B と A2 と A3 を並べた行列の行列式という意味です。このようにして解が求まるということが分かります。はい、ここまででしょうか。はい、それからあと次ですね、すみません、これもセクションの番号間違ってましたけど、セクション 4.5 ですね、行列式の意味を理解するためのコースということで、教科書では118ページなんですけれども、これもすみません、セクション間違ったんですが、4.5.1 節で、多重線形性と行列式という内容があります。で実は前の授業で行列式の導入したときに、二次の行列式の意味について少し説明をしました。この二次の行列式っていうのは、この各列からなる平面ベクトルが張る平行四辺形の符号付き面積を表しますっていうことを説明しましたが、それがなぜかっていうのは別の機会が来たら話しますっていうふうにこう延期しておいたんですけど、その機会が来たので今回その話をしたいと思います。で一応このですね、符号付き面積っていうのがこのような性質、このようないうふうにこう定められていたということをちょっと思い出してみてください。で、この時にですね、この符号付き面積 S の AB っていうのが次の性質を満たすということが言えます。でまず一つは多重線形性と呼ばれるもの でこれは例えばベクトルの和ですね、このベクトルの和が入るとそれぞれの面積の和になりますよっていう話ですね。ですみません、ちょっと図が非常にぼやけていて、しかも手書きであまりよろしくないんですけれども、例えばですね、A っていうベクトルこうあります。で A プライムっていうベクトルこうあります。そうすると A プラス A プライムはこういうベクトルになってるわけですね。であと B っていうのはここにあるので、こういう形なんですけれども、まず S の A と B っていうのはここの平行四辺形の面積を言っています。それから S の A プライムと B っていうのはここのですね、斜めの平行四辺形の面積を言っています。でこの2つの平行四辺形の面積の和がですね、実はこの A プラス A プライムってこういうと B の平行四辺形がこの斜めの1個の平行四辺形の面積に等しいってことは言ってるわけですね。でこれ何で等しいかっていうと、この2個の平行四辺形ですね、ここがここで分かれてるんですけど、この分かれているところをですね、ベクトル B と平行にこう幅を変えずにズズズズッと移動させるんですね。でここまで移動させると、実はこの平行四辺形にピタッと重なるということから、面積が等しいということが言えます。で同じようにこれはスカラー倍の方ですけれども、実数 R に対して例えば A を R 倍すると、その平行四辺形の面積も R 倍になるといったような性質もあります。それからあともう一つですね、2つ目の性質は Y 対称性といって、まあ、A と B の面積っていうのは B と A の面積のマイナス1倍であると。これはどういうふうに定義したかっていうと、その S の符号は A と B をなす角度によって定めていたので、その向きが変われば面積はマイナス1倍になるということが言えます。あと、まあ単位性と呼ばれるものは、これ基本ベクトルに対してはまあこういう正方形になりますから、面積は1ですよということが、まあ今成り立っているわけですね。でこれらの性質を用いて、この勝手なベクトル AB の符号付き面積っていうのを計算することにします。で A と B っていうのはそれぞれこういう形で表されていて、基本ベクトルの線形結合で表せているんですけれども、でこれをこう書き表すわけですね、符号付き面積として。で先ほどの3つの性質、つまりこれらの多重線形性とか Y 対称性とか単位性という性質を使って、この中のベクトルをどんどんばらしていきます。でそれで最終的に SE1E1 ので貼られる
傾向神経の面積とか E1、E2 ので貼られる傾向神経の面積とかっていうふうにこう分けていくわけですね。そうすると例えば E1 と E1 の平行神経っていうのは同じ辺ですからこれ0になりますし、あと E1、E2 はこれどうやっけ、あ、これですね、単位性で1になるとか、あとは E2、E1 は逆に符号が逆だからマイナス1になるとか、あと E2、E2 は等しいから同じ辺だから0になるとかっていう形でこうまとめていくと、実はこの符号付き面積っていうのが先ほど の2次の行列式に一致するというようなことが分かるという話になってます。一応これをですね、一般的に表したのが一応定理 4.6 でして、定理 4.6 はですね、かなり一般的な話なのでちょっと複雑な形してるんですけれども、基本的なアイデアとしては今回 の授業で説明したですね、2次の符号付き面積と同じことを計算しているというふうに理解してください。